ハロー、こんにちは、ミキです。今日もドイツのケルンより音声配信していきます。え今日はね、何を話そうかなと思ったんだけど、ちょうど前回、えっ、ー、と、フェイスブックでちょっとだけね、書いた、その面白悲しかったお話をね、書こうかなと、あ書こうかなじゃないね、喋ろうと思います。えっ、ー、とね、何かってね、まあ、職場のことなんだけど、まあ、何回か、あの、音声配信でも話してるし、 えっと、ブログとかフェイスブックでも書いてるんだけど、私今、あの、老人ホームのね、お手伝いの仕事をしてて、で、そこで認知症のね、おじいさんがいるんだけどね、そのおじいさんがこの間、えっ、ー、とね、それは多分ね、先週だったかな、先週、なんかね、その日は、みんなが食べる食堂があるんだけどね、その食堂の自分の席のところで、居眠りしてたの。ちょうどお昼ご飯の前だったかな。で、居眠りしてて、落ち着いてるから、 ああかった、ね、急に歩き出されると私ついていかなきゃいけないからドキドキしちゃうんだけどあちょっと今日は落ち着いてる感じでよかったなと思って見てたらね急にねびくっとして目が覚めてでびくっとして目が覚めると同時にねなんかパニックみたいにすごい周りのこう椅子を触ったりテーブル触ったりね壁を触ったりしてもう落ち着きがないから心配になっちゃってすぐに行ってねで、まあ、名前を A さんとするとね「A さん大丈夫ですかどうしたの大丈夫ですか?」って言って言ったらね その A さんがね「あ今ね僕す,すごく悲しい」って言って泣き出したのねポロンポロンって涙出してで「あ僕は今すごい悲しい」って言ってるからね「えどうしたんですか?」って言ってね「何が悲しいんですか?」って言ったんだけどなんかこう言うことがもう尻滅裂としてよく分かんないのねただ泣いてるんだよね涙拭ったりしてるのね。ですごい悲しいのは分かるのだから「大丈夫?」って言って,てこう背中さすったりしてね。 心配しないでここにね私たちいるからねっていう話をしてたんだけどなんかそれでもなんか落ち着かなかったのね泣いちゃってね。でそしたらちょうどいいタイミングでその時にそのおじいさんの息子さんが面会にね来てくれてでその息子さんにね「あーちょうどよかった」って言って「今あのねあの A さんちょうどね居眠りしてたんだけどパッて目が覚めた途端にねすごい悲しい」って言って泣き出しちゃったんですよっていう話をしたら。 どうしたのちょうどそのワクチン打った後だったからもしかしてワクチン打ったのが悲しかったのかなとか言ってたんだけど、まあ、原因は、ね、よく分からずに、まあ、息子さんはその A さんと一緒に、ね、そのなんか話す場所があるんだけどそのお話、ね、できる場所に行って2人でこう話してたのねでそしたら少ししてから私がキッチンの方で、ね、いろいろ作業している時に息子さんが来てくれて。 いや今あのねお父さんと話したね何がそんなに悲しいんだいって聞いてそしたらね原因が分かったんだけどって言っ,て言ったのがねもうそのね息子さんもねち,ょっとちょっと照れ笑いなんかちょっと困ったような顔でいやなんかあの父親が言うにはねいやすごい悲しい僕は一度も結婚したことがなくてね一度もパートナーがいなかったみたいなことを言ってるとか言って。 <laughs> えなんかさそしたら今「A さん A さんじゃあ今あなた誰と話してるんですか?」っていう感じじゃない <laughs>、ね、お友達と話してる気分だったのかなまあねその辺が多分認知症なんだろうけど要するにまあ息子さんに話した感じでは今ね結婚したこともないしパートナーがいないからすごく寂しいって言ってたんだってだからもしもね次にそういうことがあったらあのー、ねいやー A さんもご結婚もされてお子さんも2人いるし、ね、さらにお孫さんまで今いるじゃないですかっていう話をねしてくれますかって言われたから「いやもちろんしますよもちろんしますよ」もちろんしますよって言ってねであの教えてくれてありがとうございますって言って、まあ、その場は終わったのね。でまたしばらくその A さんと息子さんはお話ししてた後にお昼ご飯の時間になったから戻ってきたんだけどそしたらやっぱ表情も明るくなってて。で 席に着く前にね、あ僕は1回ちょっとあの洗面所に行きたいって言って、部屋にね、洗面所に行ったのね、で、1人で歩いちゃいけないから私も着いてたんだけどね、そしたらなんか髪の毛をこうしっかり溶かしてね、櫛で、で、ちょっとこう、なんかレオみたいなのをつけたりして、こうシャキッとして、<laughs> で、じゃあ今から食堂に行くみたいな感じでね、ちょっと気分、すっかり入れ替わってね、いい感じでね、戻ってきたのね。そうそうう でそれがなんかこう面白いんだけど、ね、だって息子さん目の前にしてさまだ結婚したことないとかパートナーがいなかったとかさもうそれなんかほんとギャグじゃん, <laughs>、ね、なんか志村けんさんのコントかなんかかと思っちゃうでしょうなんだけどまあね反面すごい悲しい部分もあるよねだってそんなさ泣いちゃうしさ、ね、息子さんからしたらすごい複雑な気持ちもあるじゃない。ね、だからそういうい時に、ね、なんか 多分そういう認知症で結構大変な方とかの場合って家族だと近すぎて多分すっごい辛い時とかあると思うのね自分のことも認識してくれないとかね自分のこと娘だとか息子だって分かってくれないとかさで辛いと思うんだけどそれを多分介護する人だったりこう例えば老人ホームのね私みたいにお手伝いしてる人たちだと、まあ、昔のねその現役だった頃の,その仕事してた頃の そのおじいさんを知らないから何て言うんだろう。そのイメージも崩れるっていう心配もないじゃない。私たちの中ではそのすでにもう認知症の a さんしか知らないから、それを a さんとしてこう。コミュニケーションできるし、その a さんのことを大好きって思ってるでしょ。でも、多分家族とか知り合いとかからすると。ああ、昔はああだったのに。とか、今はもうちゃんと話ができないとか。 ね、あ私のことも子供だってもう分かってくれないとか多分それが辛すぎる人もね結構いると思うのねだからそういう時にはやっぱりそうやってプロの手を借りて行くのってすごく大事だなと思った、うん、じゃないとねなんか抱えて辛すぎるのも大変だしそれでね、辛く当たっちゃうのもかわいそうだしで家族の人たちが辛くなって行っちゃうのも悲しいじゃない、ね、そうやってなんか助け合えていけるのが多分すごくいいんだろうなと。 ね、よく思います今のね仕事してるとねなんか他のおばあさんとかの場合も結構こう日によってやっぱムラがあってすごい機嫌のいい時とすっごい落ち込んでる時と結構機嫌が悪くてブスッとしちゃう時とかあるのねその方も認知症ででやっぱり娘さんとかはお母さんがねもう昔のお母さんじゃないって言って結構つらいみたいなのねで そういう話とかを他の,の長く働いている従業員の人にしたことがあるって言ってたからそういうね状況だと多分ねやっぱりそういうのにこう耐えられるとかさそれを許容できるキャパシティある人ともうそういうのは絶対無理もう悲しすぎるって言ってできない人と多分いると思うからそれがねいいとか悪いとかじゃなくてもうそれは本当にほら個人的な問題じゃん。だからそれをね変にに責めたりりするよりは逆に もう誰かの手を借りてっていう方がみんなが多分いい感じでいられるんじゃないかなと思うよね。うん、無理にこうね誰かが辛くなりすぎたりしないでいい感じでバランスとってちょっと幸せなんじゃないのかなと思った。うん、だって私もその、ね、認知症のおばあさんとかももしもなんか機嫌が悪い日とかでちょっとブスッとしてて、ね、なんか言うことちゃんと聞いてくんないとかわざと聞こえないふりとかされてもね 全然、私は腹立たないからさで、その <laughs> 昔の頃知らないしね。私にとってはもうその状態がさ。その方だから何て言うんだろう。むしろ逆になんかちょっと子供っぽくなっちゃってて可愛いね。って感じで思えるのね。だから。そういうのこう。うまくね。やりくやっていけるのは多分誰かに間が入った方がいい。誰かがね。間に入った方がいい時ってあるよね。<laughs> また今日はもう噛みまくっちゃった。<laughs> そうそんな感じで、まあ、大事な話をちょっと噛みまくりながら話しましたが今日はねそんなな話をししたたたいとと思ったところでしたそうそうそれで言うとねあの認知症なのか何か違う病気なのかはよく分かんないんだけど一人おばあさんが成人的な病気なのかなよく分かんないんだけどねちょっとこう特殊な感じの方がいて意地悪ではないんだけどちょっとこうコミュニケーションがちゃんと取れないのね。自閉症の い感じななのかなよくわかんないんだけどねその方とかもね結構他の従業員の人とかはその人のこと苦手だったりする人もいるのねたまに怒っちゃったりとかしちゃうんだけどそれはね私もね全然腹立たないのねもうそれも何て言うんだろう私からの見方からするとその方の,そ,のそれはもう個性としてでさ私結構子どもの時からさいろんな友達とかを見ててやっぱいろいろ個性があるじゃないでさ 普通の人って私知らないんだよねぶっちゃけ <laughs> みんなさどこかなんかちょっと変でさどこかすごくいいところとすごく変なところとみんな合わせ持ってるじゃないで普通のふりがうまい人は結構いるよねでもさその人だってちゃんとしっかり話してみたりちょっと長い時間一緒にいるとどっかしらなんか癖とかさちょっと変なところってみんなあるじゃんでそういうのを結構普通と思って受け入れてるから ちょっと変わった人とかそういう個性強い人っていう感じで見,見るんだよねだからそこに怒りがあんまり湧かないうんだからねその方もね結構最近ねこうスムーズに聞いてくれて最初の頃とかはやっぱね新人だったからなのかね結構私が言うことにしたいしてねあなたのねあのその 喋り方はね全然意味が分かんないとか言われたこともあったんだけどそれは私のほら何て言うの日本語なまりのドイツ語だからなんだけどもう今は全然そんなことなくてむしろなんかねすっごい優しい口調で話しかけたりくれたりするのね。で私は多分それはもうなんか意地悪なことを言われたとしてもそれを意地悪として受け止めなくてそれでもう私は何て言うのこうリスペクトね。 あの尊敬するっていうのかな,なんていうのリスペクトの心を持って接するようにしてたからで多分ねそれがいい感じで伝わったんだろうなって最近思うお金のなんかね喋れないおばあさんとかもね最近も本当によく目でコンタクトしてくれるようになったからなんかねそういうのすっごい嬉しいよね、うん、で今ねだからすっごい私の大事なね大好きな人たちで。 毎日だから行くと本当に超幸せいっぱいでもうなんかいっぱいの天使に囲まれて過ごしてます。<laughs> っていうちょっと幸せのロケの話でした、ね。という感じで今日は終わりにしようと思います。ではでは最後まで聞いてくれてありがとうまた次回お会いしましょうまたね